まもなく出航します。皆さん準備はよろしいですか？はい、大丈夫です。では船へ急ぎましょう。よいしょっと。あとは自動操舵で十分でしょう。ご挨拶が遅れました。僕はフォルカの教会で司祭代理を務めるローランと申します。私はカタリナ、この騎空団の一員だ。ラカムだ、よろしくな。私はヒオ。オイゲンだ。ロゼッタよ。オイラはピッティンだ。ルリアです、よろしくお願いします。そして彼女が団長だ。へえ、こんなに若いのに気空団の団長ですって。うん、これは僕も負けてはいられません。実は僕、教会にお仕えする傍ら便利屋も営んでおりましてね。家具の修理から恋の悩みまで、お困りごとはズバッと解決。この便利屋ローランに不可能はありません。という感じで、はい。なんかちょっと変わったやつみてえだな。し、聞こえちゃうでしょ。ひとまずよろしくな、便利屋の兄ちゃん。兄ちゃん。僕の名前はローランです。あ、分かったよ、便利屋の兄ちゃん。ローランです。到着までしばらく時間がかかります。皆さんの様子を見てきてはいかがでしょう。よし。小さい船で恐縮ですが、しばしご辛抱を。はあ、この辺りにはいっぱい島があるんですね。ええ、
僕が住んでいるフォルカのある島も含め、この一帯は群島なんですよ。それで目的の島についてだが、到着までどれくらいだ？はい、もう間もなくです。みんな避難してくれているといいのですが。そのテンペールだっけか、どんなところなんだ？活気あふれる鉱山の村です。珍しい鉱石が取れることで有名なんですよ。あれ、見てください、あの島の風なんだか変です。なんだ、どうしたってんだ？こんなところで突風、これはまさか。いや、そんなはずは。ちゃんと面舵を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど、暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが気になってな。わかりました、あとはこのベンリア・ローランにお任せください。おお、ありがたい、みんなにも伝えてくるよ。とは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくわけにも。さて、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、ここは俺たちの出番じゃねえか。いいんですか？それはとても心強い。いやはや、皆さんに来ていただけてよかった。ありがとうございます。僕は避難してきた彼らを船に乗せてから向かいます。皆さんは道すがら逃げ遅れた方々を見つけてもらえればと。うん、わかった、任せといて。そうだ、これを。何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。電声機の類です。それがあればお互い離れた場所で会話することができます。電声機ってすっごく高価なものですよね。いいんでしょうか？はい、構いません。なぜ僕の手作りなもので。あ、ちなみに信号灯としても利用できます。皆さんを誘導するときにでも活用していただければ。さすが便利屋の兄ちゃんだな。ローランです。持ってるなんてよ。ありがとうございます、大事に使わせてもらいますね。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、急いで向かおうぜ。ダメじゃ。待ってくれ、この祈り場は特殊な力で守られていて、魔物が寄りつかない。傷ついたりした際は無理せずこの岩のそばで休息を取ってくれ。非常用の物資補給もできる。みんなをどうか。あ、頼む。
おい、あそこを見ろ。助けて、誰か。くそ、やい、何してやがいだ。希望するなら許さねえぞ。よし、行こう。こちらローラです。リス、皆さん、こんばんは。行くよ。すげえじゃねえか。手作りにしちゃはっきり聞こえるぜ。何やら騒がしいのか。大丈夫ですか。みんな島の人たちがゴブリンに襲われてて。何ですって。何人か囚われているようだ。だが、私たちに任せてくれ。どうか、どうかお願いします。よし、これで全部だな。捕まっている人たちをさあ、順番に船に乗って。私たち、助かった。いよ、怪我人を頼む。わかった。ありがとう。ふう、全員無事のようだな。あんたらさすがだな。これが気空士の実力ってやつか。ありがとうございます。ただ他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられてゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。何かな。これはなかなか。こちらローランです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。ラウンドウルフか。ゴブリンがうなずけているような。これならいける。そういえばラカムと私たちが初めて会ったのもこんな風景の島だったな。あの時ラカムさんがいたから飛空団を作ろうってなったんだよね。気になって仕方なかったんでしょ、団長たちのこと。皆さん、こちらです。急いでください。おいよ、おいらたちに任せとくな。ほら、よりしを発見した。すぐに救出する。ありがとうございます。どうかお願いします。力が湧いてない。大きな風車まで燃やされて、ひどいです。いい調子だな。俺たちの力を見せつけてやろうぜ。シンクのバラン、エンチャントレンズ、覚悟、マイティーライド、消えてちょうだい。チェック、お前の敵が逃げちまう。あとを頼む、覚悟。さあ、ここからだ。ええ、集中するわ。これで耐えてちょうだい。仕掛ける、もらった。シンクの場所、一丁アダリット。よし、トミを解放しようぜ。おお、もう大丈夫ですよ。避難を急ぎましょう。うん、うん、諦めちゃダメだよ。私、生きてる。さあ、もう安全だ。ジョージャン、歩けるか。皆さん、ありがとうございます。それで、立て続けに申し訳ないのですが、実は、水辺の集落も襲われているようです。待って、待って、待って、これならいける。エンチャントランズ、私が襲える。逃がさない。おいおい、燃えてるぜ。まだだ。足がボロボロになってます。水辺での戦闘になる。みんな、足を取られないように気をつけて。僕も降りて救助に駆けつけます。まずはここの悪い子たちを追い払うわ。
それまで少し待っていてちょうだい。しかし、いや、そうだよね。縛られている人たちを助けましょう。強そうなゴブリン、気をつけてください。はあ、ずいぶんといかついのが出てきやがった。あんたとどっちがいかついかな。これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。無事で何よりです。さあ皆さん、こちらへ。よし、もう大丈夫だ。ありがとう。怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今猛烈に感動している。回復しすぎたかな。襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれは、なんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。そんな、大変です。彼らの元へ向かってください。僕が先導します。あっちだな、急こうぜ。何か無事でいてくれ。何やったぜ、ローラン。この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます。だからこれ、うっと、お前、俺はてっきり年下だと思ってたんだよな。こう見えて、意外と年下だな。おぉ、天才だ。よっしゃー、おととい来やがれってんだ。まだいかつい奴が来やがった。なんだよてめえら、三兄弟かなんか。タバになろうが問題じゃねえぜ。私も任せてくれ。危ない。ヘッタダウヤ、油断は大敵だぞ。シンクのバラ避ける。もらったら死ぬと2体だ。気合入れろよ。あと1体だ。頑張れよ。受けてみろ。私に続いて。なんとかなったみたいだな。島の皆さん無事でしょうか。ゴブリンたち
通じゃないわよね。この空域というか、この風が原因か。明らかに光線的だ。君たちは一体。旅の気空師だ。依頼を受けて助けに来た。皆さん、もう大丈夫ですよ。その声は、ローランさん。よかった、助かった。さあ、早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たち、そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが、砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。団長、島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベンリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。おいらたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。こりゃ皆さん奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。皆さんお待たせしました。冒険で手に入れたトレジャーとアイテムの交換。武器を鍛えますか？ジーンの強化もできますよ。子供の声だ。イソクさん。ほほう。ここってまさか闘技場？何かな。これはなかなか。ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん。君たち早く逃げなさい。何か来ます。別にとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。ローランです。こちらの状況は。ゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。させない。急いで向かってます。なんとか持ちこたえてください。たくそうなやりさじ。おい、敵じゃねえぜ。気迫、気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。待っててください。行くよ。聞いてるみたいだな。一気に行け。ダメだ。決めちゃうわ。ダーティーローズ決める。アブソリュートゼロ。オイラたちの勝ちだ。
ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる星小獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。皆さん無事ですか？囚われていた方々は？こちらは問題ない。囚われていたみんなも無事だ。ほらじっとして。助かった。よかった。皆さん本当にありがとうございます。さてと、じゃこの嵐を起こした張本人に会いに行くとするか。ラカム君、何を言い出すんです？フォルカを離れる前に言ったはずだぜ。星小獣の問題は俺らも無関係じゃねえのさ。しかしこの状況で残るなんて正気ですか？でも私たちがここで星小獣を沈めないと、この島はもっと大変なことになってしまうと思うんです。しかしですね、私たちを信じてください。団長君、わかりました。気空師である君がそこまで言うからにはきっと何か考えがあるんでしょう。ですがもし危険を感じたら迷わず撤退してくださいね。まだ謝礼もお渡しできてませんので。わかってるってば。心配してくれてありがとう。ではしばしお待ちを。せめて近くまで送らせてください。この荒れ具合、ティアマトを思い出すぜ。そうだな。皆さん、どうかお気をつけて。助けたみんなにすげえ感謝されちまったぜ。島の皆さんのためにも頑張らないと。ですね。だな。よし、行動か。よし行こうぜ。風が強くなってきた。嫌な予感がするわ。急ぎましょう。よいしょ、いい感じ。お、広場が見えてきたぜ。みんな見てください。あれは祭壇。変わっちまったぞ。巻き込まれたら無事じゃ済まねえな。ブラカー、ん？あの子の名前です。さっきかすかに声が聞こえました。とても悲しそうで助けを求めてるみたいでした。一体どういうことかしら。とにかく近づいてみましょう。ルリアちゃん、いざという時はお願いね。はい、わかりました。助けてあげなきゃ。足場が不安となっている。これならいける。向こうに渡れそうな道を探しましょう。もっと奥まで探ってみましょう。ややるぞ。みんな気を抜くなよ。あとは任せてもらうね。
それで村を襲われたんじゃ島民もたまったもんじゃねえ。お、さっきの仕掛けと似たようなやつを見つけたぜ。この道を進めば祭壇だ。急ぐぞ。ようやくゴールってわけね。何かな。いい感じ。ん、またお前かよ。もらった。その身に傷つかまえてごらんなさい。仕掛ける。私は抑えよう。ヤスの顔に。まだ。やばかったぜ。ルリア、大丈夫か。うん、なんとか。階段は上の方か。よいしょ。とりあえず登っていってみようぜ。これはなかなか。はっ、さあ、入って。咲かせるわ。いただき。はっ、って。ついてからというものを随分とトラブル続きだな。おい、キクウシらしいっつうかなんつうか。ヤハ、いつものことじゃねえか。とはいえ落ちるのだけはさすがに勘弁願いたいぜ。フラカン、暴走する体は制御できないのね。とても辛そうです。このままじゃ危ないです。急ぎましょう。こいつらも降りねえな。
しているのか。仲良く脱出、手分けにもいかなそうだな。青少女、
かつて破風戦争の際に生み出された星の民の兵器か。でもその兵器は戦いの後空の世界に残されて、あるものは土地に根付き、あるものは信仰の対象となり、あるものは人々と生活を共にし文明の発展に寄与した。フラカーンは息吹を司る聖少女です。その力で島の発展を支えてきたようです。そんなこの力をねじ曲げて大切な島を破壊させようとする者に、だが注意しろ、この暴れっぷり一筋縄じゃ行きそうにね。みんなお願いします。狙うなら今だ、全力で行け。決めるよ、回復するよ。大丈夫だぞ、カーラボー、派手に行くよ。安心して、私たちはあなたを壊したりなんてしないから。それでもっと頑張れ。よし、なんとかなりそうだな。みんな頑張れ。来るぞ、回避に専念しろ。船なんだ。赤い気球艇か。ずいぶんと目立つ塗装だな。少女は吸収されていく。でもこれはルリアちゃんの力とは別の。そんな。ルリア、大丈夫か？あれは、私じゃ、私は何も。救助隊ってわけじゃなさそうだな。やつらもなかなかやるようだな。勘違いなさらぬよう、今日の役目はお出迎えですわ。貴殿らは？お待ちしておりましたわ、旧姓の巫女様。さあ、私たちと共に参りましょう。いや、離してください。ルリアに何をする、どういうつもりだ。ほう、ここは俺が。あ、まあいいけどよ。90秒で済ませ。なんだあの野郎、なんか変な感じがするぜ。こいつで諦めちゃったな。こんなの、そうだな。これ欲しいだ。やってくれ、もらった。アーマーブレイクしてしまった。
そろそろ終わらせる。容赦はしない。ヒールオール。終わりだ。ところで、これはどう？やや、捕まえてごらんなさい。やっ、行くぞ。シンクのバラよ。くそ、あと一人。くそ、なんなんだこいつ。無駄だ。めちゃくちゃ怖いぞ。やっ、くらえ。救世の巫女よ、私たちはあなたを歓迎します。え、私ですか？ あなたはまるでカトに伝わるスレノディの青い蝶。ああ、同情します。このような仕打ちを受け戸惑っているのですが。お前ら一体何なんだよ。何が目的なんだ。これは失礼。私は名をリリス、星旅の室アビアの王様、理想郷イスタルシアへ至る道を開くため活動しているものです。理想郷、それってオイラたちが目指してる星の島イスタルシアのことかよ。おお、なんと私たちと同じ目的を。それであれば話は早い。この出会い、あなたたちにとっても良好でした。あとは任せていただきましょう。さあ、救世の巫女、これからは私たちと共に星神様のもとを巡礼し、イスタルシアへ至る道を開くのです。待ちやがれ。さっきから何勝手なこと言ってんだ、この野郎。いいぞ。帰りましょう。カタリナ、ルリア、弱ってる場合じゃねえってのに。嫌だよルリア。離してください。嫌です。闇の炎の子、ナージの名は。
前はふさわしくない。ルリエを助けなければ。落ち着けってカタリナ。私は誓ったんだ、ルリエに外の世界を、雄大な空の世界を見せると。それがこんなことになって、私が守って。あ、団長、その様子じゃもう平気そうだな。たく、心配させやがって。団長、すまない。私の力が及ばないばかりに、ルリア。お待たせしました。皆さんを襲った教団の行き先が分かりました。何？どこだ？あの連中はルリアをどこへさらっていった？おい、姉さん、落ち着けって。オイラたちのために情報を集めてくれてたんだぜ。すまない。大丈夫ですよ、カタリナ君の気持ちは僕も理解しているつもりです。それに皆さんはテンペールを救ってくれた恩人ですから、今度は僕に力にならせてください。アビア教団の情報を調べるくらいお安い御用ですよ。どうやらこの町の人は星旅の室アビアのことを教団と呼んでるみたいね。と、団長君、体の具合はどうです？もう大丈夫です。よかった、本当に無事で何よりです。で、その教団でやらの行き先は？おそらくルリアちゃんはロンターニュ島に連れて行かれようとしています。ここからは僕も同行しましょう。案内は任せてください。おいおい、ちょっと待ってくれ。俺たちは気空師だ。一般人の身の保証は。ローランドの、ただ者ではないだろうと思っていたが、貴殿は一体って、アビア教団の活動は日ごとに苛烈になってきています。連中がテンペールの地で武力を使い、旅人のルリアちゃんを連れ去るなど、僕としても見過ごすわけにはいかないのです。それに分かってもらえたと思いますが、
剣には多少の心得はあります。足手まといにはなりませんよ。この空域じゃクセモンってわけか。ま、追いかける相手が同じってんならお言葉に甘えるとしようや。それで皆さんが乗ってきたというあの青くて大きなグランサイファーな。そう、そのグランサイファーの修理ですが間もなく完了します。もちろん僕もお手伝いしましたよ。ちゃんと最新式のん？あと何でもありません。こっちの話です。あとは団長君に新しい剣と防具を用意させてもらいました。ボロボロで使えなくなってましたからね。すげえな、至れり尽くせりじゃねえか。皆さんがいなければ今頃はこのフォルカもどうなっていたか分かりません。これでもまだ感謝し足りないくらいなんですよ。ありがとな、ベンリアの兄ちゃん。ローランドス、協力に感謝する。ローランドの早速行こう。わかりました。僕も準備して町の発着場へ向かいます。また後ほど。リリス、僕は必ず。よし。よし、行こうぜ。プレイステーション。